はい、こちら脱げきれてなかった頭の皮を脱がしてみました。このように角が生えておりません。はい、皆さんこんにちは、虫岡です。本日はですね、オオクワガタの禁止瓶からの掘り出しをやっていこうかなと思います。去年の秋に卵を産んで、そこから育ててるオオクワガタの幼虫なんですけれども、もう何匹かは羽化して掘り出してる報告をしてるんですけれども、今回もね、新たにちょっと2本掘り出せそうなので、今日はやっていこうかなと思います。左がメスで、右がオスとなってます。ちょっと見えにくいですけど、ここにもうメスが羽化してるのも確認できるかなと思います。まだ今回のオオクワガタ飼育で大きいオスっていうのは出てきてないんですよね。先月ぐらいにめちゃくちゃ小さい50ミリ台のオスを掘り出したんですけれども、しっかり禁止瓶で育って大きくなったオスを掘り出すのは今回が初めてなんで、ちょっとどういう大きさになるか楽しみです。というわけで掘り出していこうかなと思います。じゃあメスから行きましょう。もうメスは見えてるからやりやすいね。もう最近梅雨で全然外採集に行けないから、こういう掘り出しネタがあってちょっと助かるけど、せっかく7月やのに虫岡ネタに困っております。ででーん、菌糸をほとんど食ってないんで、交換してすぐサナギになったんでしょうね。完全に交換時期をミスってるパターンですね、これはね。ほっ。というわけでオオクワガタ、まずメスちゃんが羽化しました。これはもうサイズを測る必要もなさそうだね。40ちょっとぐらいやと思います。さてさて、こっからです。ついに禁止瓶飼育のオスいきます。さあ、この子のパパはね68、ママが38やったかな。今まで生まれたどのメスもね、ママよりは大きくなってるんで、こいつもパパのね68より大きくなってたらいいですね。っていうかね、今やっぱりこの時代すごくこのカブトクワガタ飼育でサイズを大きくする方法が生み出されたり、角や体を太くするなんて技術が昔より発達してますけど、でもやっぱり大きくなればなるほど羽化不全個体が多いらしいですね。まあもう野外じゃありえないようなサイズになってきてるんでしょうね。マジか。いや、ちょっと待って。オオクワガタのオスを掘り出そうとして洋室を覗いたら、死んでおりました。で、マジかと思って見たんですね。今ちょっとグロテスクかもしれないですけど、こちらが死んでしまった個体です。まあ僕は普通に羽化不全が起きてしまったと思ったんですけど、これよく見たら角がない。これ角がないぞ。通過不全って言ったって、うまく脱皮ができないとか、なんかそういうことになったりするんですけど、これそもそも角がない気がする。はい、こちら脱げ切れてなかった頭の皮を脱がしてみました。このように角が生えておりません。で、これを見て、ただ8日に失敗しただけじゃないのと思う人もいるんじゃないかと思いますけれども、8日に失敗して死んでるのであれば、こんなに体固まってないはずなんですよね。頭部も起き上がってるんで、これ多分羽化まで行ってるはずなんですよね、絶対。羽化の途中で力尽きてるんですよね。体もほとんど固まってるし。だからおそらく8日の段階で、大顎が形成されなかったんですね。思い当たることといえば、こちらのオオクワガタ、ゴードン血統と呼ばれているものなんですけれども、そちらの血統の F14 なんですね。F14 ってことは、確か同じ血で14回掛け合わせてるってことなんですよね。だから14代の間、近親交配を続けてきた個体なんですね。やっぱり生物というのは近親交配を繰り返すと体に異常が出てくる個体っていうのがいます。奇形が生まれてしまったり、病気に弱い個体が生まれてきます。だから違うところで育った違う血同士で掛け合わせる
というのが生物繁栄の基本なんですけれども、飼育個体だと同じ地位で掛け合わせてしまうというようなことがありますけれども、ここの個体は F14 ということでかなり濃い地になっているクワガタだと思います。で、僕前回オオクワガタを掘り出しした時も一匹メスが羽化不全を起こしてましたね。で、あれはたまたまなのかなとも思ったんですけれども、やっぱり今回のこの件を見てしまうと、やっぱそれなりに近親交配の影響が出てるんじゃないかなって思っちゃいますよね。ただの羽化不全ならまだしも、8日の段階でこのように形成がうまくいってないっていうことですからね。うまく羽化してたとしても奇形個体ということになりますから、もしかしたら近親交配の影響が出てるということになるのかもしれないです。こういう結果になる前からこの代から増やすのはちょっと控えておこうかななんていうふうに思っておりましたけれども、まあ、こういう結果を見るとよりそう思っちゃいますよね。まあこれが近親交配の影響とは言いませんが、まあでもこの機会を通じて、なんか近親交配の及ぼす影響というものをまた考える動画になりましたね。皆さんもね、家でカブトムシとかクワガタとかいろんな昆虫を類大飼育してる方もいらっしゃるかなと思いますけれども、もしかしたらこのように少しずつ個体に影響が出てくるかもしれないので、できるだけ交尾の際に同じ子供同士じゃなくて違う個体と掛け合わせるというようなことも考えるきっかけになればなと思います。というわけで本日の掘り出し動画はこんな感じで終了しようかなと思います。当初予定してた動画とは違う結果になってしまいましたけれども、でもまたこれはこれで生物が野生であるべき本来の姿というのを何か感じ取ってもらえるきっかけになったらなと思っております。まだ数匹オオクワガタの幼虫さなぎ残っております。今度こそね、ちょっと立派なオスをみんなに見てもらえたらなと、そんな風に思っておりますので、楽しみにしててください。というわけでありがとうございました。虫岡でした。「どんなに抱きしめても人もたやすい」